医療廃棄物、医療廃棄物とは、医療行為に関係して排出される、廃棄物、ゴミのことを指す。廃棄物処理法上の区分では、感染性廃棄物といい、特別管理廃棄物に区分される。感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る、生活廃棄物、在宅中の各種廃棄物の中にも、 病原体によって汚染されているものが含まれるため、これらも医療廃棄物として適切に処分されることが望ましい。医療廃棄物は医療行為に伴い発生するため、患者の持つ病原体と接触している可能性があり、生物学的な危険、バイオハザードに属するリスクを併せ持つ。もちろん化学薬品など同様に環境破壊への対応や、 リサイクルなどを通じた廃棄物の原料化など、通常の廃棄物と同じ背景や諸問題も抱えている。医学面から見ると、貿易の原則は隔離と滅菌であるから、感染源となる事物は、健常人にとどまらず医療従事者からも効果的に隔離されることが必要で、それらは適切な滅菌措置が取られた後、一般的なメンテナンスや廃棄処理がなされることが必要である。 また、伝染病理患者の衣服、寝具、生活用器具や排泄物が感染源となるとは、古くから知られており、例えば排泄物は、今日では治療施設に併設された、浄化施設で適切に処理されている。次に滅菌処理の観点から見ると、焼却か、失熱滅菌、オートクレーブ処理が望ましく、焼却以外の寒熱滅菌では、 放射性の細菌に対しては十分な滅菌ができないケースが発生する。それ以外の滅菌法、例えば、紫外線、ガンマ線あるいはガスや薬剤を用いた滅菌、殺菌法は特定の状況以外では無効なため、あくまでも危険に接触するリスクを軽減する以上の意味はない。一方、医療の高度化に伴い、医療器具に用いられる素材、医療材料や形状は、 金属やガラス製の単純な形状なものから、プラスチックや電子機器など、加熱滅菌に適さない素材や複雑で汚染を拭い去るとが困難な形状のものが、医療器具の大半を占めるようになってきている。それに伴い、患者に接触する部分を隔離する目的で、医療器具のディスポーザブル化、使い捨てが急速に進行してきた。日本では、廃棄物を処理、 処分方法を規定する法律として廃棄物処理法があり、医療廃棄物についても同様にこの法律で規定されている。法による規定がなかった当時は医療関係者の判断に委ねられており、主に医療機関内の自家用小型焼却炉で処理、処分されていた。この自家焼却については、低温焼却炉から発生する大オキシン類の発生問題により、医療施設内の焼却炉設置、 維持が困難となり、事実上委託処理、処分により行われるようになり、外部委託が増大した。すなわち、医療専門家の管理下から、外部委託へと変わることを意味し、医療に従事しない第三者に対しても、貿易や基本的な医学的知識を普及させることが必要になってきた。このため、都道府県知事は感染性廃棄物についての 収集運搬または処分の業を許可事業としている。例えば感染源に対するリスクは万人に対して等価ではない。C 型肝炎ウイルスにより発症する C 型肝炎を例にとる。C 型肝炎は HCV が存在する体液、主に血液が傷などを介して体内に進むすることで感染する。しかし感染後直ちに発症するわけではなく、輸血や 針りし事故など、大量のウイルスが侵入しない場合は、免疫反応によりウイルスの増殖が抑えられ、発症しない、無症候性キャーとなる場合も多い。例えば日本の HCV キャリアは多く見積もって150万人と言われているので、肝炎ではない患者や健常人に見えても、臨床検査のための血液サンプルや使用済み注射針には約1の確率で、 HCV ウイルスに汚染されていると考えることもできる。逆に HCV 患者やキャリア以外の健常人では病原体に対する抗体が存在しないため、そのような健常人に一段事故により大量のウイルが侵入するとその増殖や発症は早く、そういった意味では発症リスクは患者やキャリアよりも健常人の方が高い場合が存在する。過去には 使い捨て注射針などを廃棄処分業者が誤って手に刺したりして B 型肝炎に感染刺激症化したりする感染症被害を受ける事例もあったためこの注射針をプラスチック製の使い捨て注射器ごと電磁波を照射して溶かし注射針の滅菌を合わせていってプラスチックブロックに封入安全に処分することができる装置が開発され普及してるしかしその一方で 近年では適切に処分されなかった物品が不正に持ち出され生物テロに悪用されることを懸念するケースも見られる。また病院から排出されたこれら医療廃棄物から注射器を盗んだ薬物中毒患者が薬物を乱用する際に使用済みの注射器を使用感染するケースも報告されている。また日本各地の海岸には医療廃棄物が漂着し 問題となっている。これらは海外、国内で不法投棄されたものと思われる。医療廃棄物とは廃棄物処理法上、感染性廃棄物といい、特別管理廃棄物に区分される。また排出される内容物により、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分けられている。感染性廃棄物が法的に位置づけ、明確な区分られ、 厳しく処理、処分の規定が設けられたのは、平成4年の廃棄物処理法改正からである。この改正に伴い、廃棄物処理法に基づく、感染性廃棄物処理マニュアル、平成4年8月13日付英館、第234号厚生省水道環境部長、通知、感染性廃棄物の適正処理についての、別点報告書、別紙にが制され、これに基づき処理。 処分が進められた。現在は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律、及び、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律、平成15年法律第93号の制定に伴い、廃棄物処理法に基づく、 感染性廃棄物処理マニュアル、平成16年3月16日付間、廃算発、第040316001号、環境省大臣官房廃物、リサイクル対策部長通知、感染性廃棄物の適正処理について、別点により、処理、処分が行われている。また感染性廃棄物のうち、医療法、昭和23年法律、第205号、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、平成10年法律第114号、結核予防法、昭和26年法律第96号、医薬品医療機器等法、昭和35年法律第145号、家畜伝染病予防法、昭和26年法律第166号、等によって規制される廃棄物については、 マニュアルのほか当該法令に基づいて取り扱われている。なお平成4年の廃棄物処理法改正以前は医療廃棄物の適正処理について平成元年11月13日付 A 管百174号厚生省水道環境部通知があったがさらにそれ以前は特に規定はなく実際の処理処分は医療関係者の自主的判断に委ねられていたほか法令上は 不燃物としてて扱われていた医療廃棄物には様々な物品等があり、安全に無害化処理できる、焼却方式、寒流ガスカロなど、物性や内容に応じて適切な処理、処分方法がある。自宅で使用して排出される医療廃棄物は、医療機関から発生する感染性廃棄物と内容がほぼ同一であるにも、かかわらず、 家庭から排出するということで、市町村が処理、処分を行う、一般廃棄物に区分されている。しかしながら大部分の自治体では受け入れを行っておらず、受け入れている、自治体でも消毒を義務付けているなど、自治体によって取り扱いが異なり、排出者の混乱を招いている。また、受け入れを行っていない、自治体では、どのように処理、処分がなされているか、 大部分の場合把握できていないことも問題を助長している。特に在宅医療件数は厚労省の発表によれば1991年から2003年の間3倍以上に拡大している。社会の高齢化や病院のベッド数削減などの社会的背景を受け今後さらに拡大していくと考えられている。このような状況であるため 日本医師会では感染性廃棄物等に関する検討委員会において医療廃棄物マニュアルの整備に向けた検討を開始し全国産業廃棄物連合会全産廃連の医療廃棄部会においても医療廃棄物対策分科会を設置して検討を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。